練習曲、鉄道作品27ビットは、シャルルバラ・アンタン・アルカンによって作曲されたピアノのための練習曲。作品番号 27A は、ピアノ曲、外線更新曲に与えられている。1844年に作曲され、いくつかの旧作と共に同年に出版された。題名の通り機関車を題材とした、表題音楽で、 アルカン作品の先週を肯定したジョージ・ベックは、アルカンが、機械のスピードと市場への賛美を表明した、最初の作曲家であると述べている。その技巧的な難度と描写の革新性、先進性から、アルカンの作品の中でも、最も有名なものの一つとなっている。森下ゆは、そこには、蒸気機関車という最先端技術に共担する、作曲家の感情が、この上なく、 生き生きと描き出されている。早すぎるように思えるテンポも、こうして、鉄道を滑車するためには必要不可欠な、要素だったのだと述べている。楽譜の冒頭に単調、に、四拍子、ビバーッチッシュマメンテ。指定通りのテンポで演奏した場合の演奏時間は、約5分。蒸気機関の動きを模した左手のオスティナートに乗った、急速なパッセージで始まる。オスティナートの英音とは、 冒頭から52小節続く。また16分音符のパッセージは509小節の作品全体を通して惹かれ続け、この2分音符イコール112という極端な速度での無休動という発想は、後の、あたかも風のようになどの、次に変度蝶調で現れる美しい主題は、乗客たちの旅の喜びを表したものとされる。その後、 高音のオクターブによる汽笛の描写などが登場し、車窓からの光景を反映した鮮やかな場面転換が続く。コーダは次第に音波が荒くなっていき、汽笛が再び鳴り響いて列車が駅に到着したことを表す。終盤のクライマックス指定されたテンポは16部音符で、右手が動き回る曲としては異常なまでの速さであり、演奏を困難にさせる原因の一つとなっている。 また左手のオスティガートも演奏する側としては相当な体力が要求され、これも困難である。曲奏が変わって速度が落ちたように聞こえる箇所が2箇所、あるが、その箇所でも実は両手を合わせると常に16分音符を弾いており、さらに左手はオクターブを超える跳躍をしている。このように休む暇なく、鍵盤を叩き続けた後には、最難箇所のクライマックスが待っている。クライマックスでは、 左手は和音での跳躍と連打を同時に繰り返し、右手は高音部で異常なまでの速さでアルペジオや音階を繰り返すため、疲労が最高潮に達した後に弾くのは困難を極める。また、特にこの部分では、右手と左手が遠く離れるため、両手を視界に収めることはできず、左手の連打付き跳躍か右手の急速なパッセージのうち、どちらかは目を離して演奏するしかない。 この上、曲全体を通して、親指と小指に黒剣、それ以外の指に白剣を割り当てる、不自然な運指でしか弾けない部分が散りばめられており、これも演奏を難しくしている。このように、実際の演奏において指定テンポ通りに弾くのは、ほぼ不可能と言える作品である。上記のような難しさに加え、ある間の曲が一般にあまり知られていないということもあり、演奏される機械や録音は、 非常に少ない。録音を残しているピアニストとして、ローラン・マルタンや金沢・治が挙げられる。しかし、どちらの録音においても、濃いかどうかは別としても、特にクライマックスにおいて省略されている音符があり、現代のピアノ演奏技術ではこの作品を完全には再現できないことを物語っている。また、ミヒャイル・ナナサコフの演奏も、自動演奏ならではの精度の高さで有名である。 アルカンは1829年にも目新しい交通機関を題材にした乗り合い馬車変装曲作品2を作曲し、これをデイムス・ブロンシュに検定している。アルカン、縛られざる、プロメテウス、同時代性から遠く離れて、P8 これには議論がある。ジョージ・ベックは指定店舗が4分音符イコール112の5色であるという説を述べている。 インホルトウントテンポでアクリビアムジックでチャールズ・バランタン・アルカン2013年10月8日閲覧ありがとうございます。